ハニックスがある。
つる？つる。これ？この分が。つるって言うんですか？うん。で、こっちが受け口で、要は倒したい方向にあの、くさび状にカットする方。で、こっちが追い口って、まあ、実際倒す、追い込みかける時ですよね。で、結局この厚さとこの角度で、ある程度もコントロールするんですよ。だもんで、切りながらとこっちからこうくさび打っていくんですよね。で今回の場合はもう完全にこっちに倒せない状況で山に倒さなきゃいけなかったんで、もう滑車で向き変えてワイヤー張った格好だったんですけど、これ細いんでもつるっていうのを残すんですね。じゃあですね、あの結局ここまで切っちゃうとどっちに倒れるかもう分かんないんですよ。だから失敗できないとき、もう材がどうなっても材の状態気にしないんであれば、もうつる厚めにして、もう無理やり倒すなり押すなりすると、まず確実に。で結局木の種類によってこれが途中で割れ入ったりとかもするんで、やっぱそうすると切り方の工夫なんかも必要になってくるんで、だから最終的にその倒した材をどうしたいかっていうのにも寄ってくるんですよね。製材して製品として使うのか、チップ材とか合板材にするのかで。だから単純な、木切るって単純なことなんですけど、かなりやっぱり経験と計算と必要になってくるんで、売れる材を作るとなるともう本当に経験の世界ですよね。